じゃあそれでは演奏していただきましょう。ゆめみドロップスの皆さんで 2.5 次元イケメンに出会えた奇跡です。オリジナル曲 2.5 次元イケメンに出会えた奇跡の 2.5 次元イケメンについて少し話したいと思うんですけど、 2.5 次元イケメンっていうのは、まあ、漫画から出てきたようなスーパーイケメンのことを 2.5 次元イケメンっていうんですね。私たちの世代で言ったら今人気の菅田将暉くんで、もう少し上の世代の方だとB'zの稲葉さんなどを想像してこの曲を聴いてください。 2.5 次元イケメンに出会えた奇跡。Thank you.